ケルン天皇ハインリヒ6世の紋章ハインリヒ6世は、チロル博、ケルン天皇、クライン辺境博、ボヘミア王、在位、1306年、1307年から1310年。ゲルツ家のチロル博兼ケルン天皇、マインハルト2世と、バイエルン公兼ライン宮中博夫2世の娘、エリーザベトの4男。アルブレヒと、ルートビヒ、夫3世の兄3人が、 順に死去したため、家督を相続した。姉エリーザベトは、ハプスブルク家のドイツ王アルブレヒト一世に嫁いでいる。ボヘミアとポーランドの王バーツラフ二世議の娘、アンナを妻としていたことから、1306年にアンナの兄バーツラフ三世が暗殺されると、ハインリヒは、ボヘミア王に選出された。しかし、義系のアルブレヒト一世は、息子のオーストリア皇、ルドルフ三世を、 バーツラフ2世の五歳陸サエルジュビエタと結婚させた上でプラハを占領しボヘミア王即位を宣言した。ボヘミア諸公にはハインリヒ六世を支持する者もおりルドルフと争った。ルドルフは翌1307年に占領死したためハインリヒは王位を回復するが1310年に今度は非アンナの妹エリシュカと結婚したルクセンブルク家のヨハンが ボヘミア王に選ばれ、ハインリヒは、廃位されてアンナと共に、ケルンテンへ逃れた。チロル系ゲルツ家の男系男子はハインリヒで断絶し、娘のマウルタシコとマルガレーテが、唯一の相続人となった。医療をルクセンブルクやビッテルスバッハ家、ハプスブルク家が争うが、ケルンテンはいち早く、ハプスブルク家のアルブレヒト二世が獲得した。 チロルは三ヤが、三つどもえになって争うが、最終的に、アルブレヒト二世のコルドルフ四世が奪取し、以後ハプスブルク家の家領となった。1306年、ボヘミアとポーランドのオーバーツラフ二世の娘アンナと、結婚したが1313 13年に死別した。子供はいない。1313 13年、ブラウンシュバイクリューネブルクコーハインリヒ一世の娘、アーデルハイトと、再婚。 二人の子を設けた。アーデルハイト・マルガレーテ1330年、ボヘミア王・ヨハンの次男・ヨハン・ハインリヒと結婚したが1341年に、離婚。1342年に、ブランデンブルク編強クルートビヒ二世と再婚。1327年、サボヤハクアメデオ五世の娘ベアトリクスと再婚した。子供はいない。ありがとうございます。